サヘラントロプスは、新生代、新大産期中心洋末期の約700万年から約680万年前のアフリカ大陸北中部に生息していた霊長類の一族である。サヘラントロプスチャデンシス一種のみが知られている。最古の人類と言われている。最古の人類である、可能性があるものの、異論も唱えられている。2001年7月19日。 フランスの古生物学者、ミシェル・ブルネの調査チームによって、最初の発見がなされ、アクル2002年に記載された。学名のうち、俗名、サランサラパスは、出土地が属する東西に広がる地域の英語名、サヘルと、人間、人を意味する古代ギリシア語、ニューシータロー・オメガパイのラテン語系、アンサラパスとの合成語で、サヘルの人を意味する。種小名、チャデンシスは、 出土国名、チャドと、ラテン語説ビジエンススとの合成語で、チャドの、チャドに由来する、チャドさんのなどといった意味合いがある。最初に発見された、化石標本 TM266010601 は、トゥーマイの愛称を持つが、これは、出土地、ボルク地方の現地語で、ホープオブライフ生命の希望という意味がある。この愛称は、 時のチャド大統領であったイドリス・レビト、ブルネ博士により発見された都市に命名された。日本語ではこれにエンジンを添えてトゥーマイエンジンと呼ぶのが通例となっている。現在知られている限りで最古の人類還元するなら人族が人ア族とチンパンジーア族に分化した時点に最も近い人ア族とする学説が有力である。ただし、 彼らより60万年ほど古いと推定され、人とチンパンジーの最も近い共通祖先である、可能性を秘めたグレコピテクスを人の進化系統に含める説もあり、この主張が正しければサヘラントロプスはグレコピテクスの次ということになる。加えて、話が一層複雑になるが、さらに時代の古いオーラノピテクスをグレコピテクスのシノニムとみなす説もある。真に、 グレコピテクスとオーラノピテクスが同じ種であった場合、人類史の始まりは約960万年前という大昔にまで遡ってしまうと思われがちであるが、グレコピテクスのサイコ人類説とオーラノピテクス同類説を同時に、持論として唱える研究者は確認できないため、両論が同時に真実である可能性は低いと思われる。 グレコピテクスが人類ではなくオーラノピテクスのことであった場合、彼らは人族どころか人化ですらない進化的冒険、ドリオピテクス族の一員に過ぎない。時代的には人がチンパンジーと分岐した頃、あるいはその直前にあたる。そのため、この分岐の前か後かが論争されている。サヘラントロプスは頭蓋骨の大口頭孔が下方にある。この穴は、 脊髄が通る穴で、これが、下方にあるということは、脊髄が下に伸びていた。つまり、直立していた可能性が高い。そうであるとすると、直立は、人の派生形質であるため、チンパンジーと分岐した後の人の祖先であるということになる。また、人を、他の霊長類から特徴づける数多くの特徴の、うち、直立は最も初期に進化した形質の一つという、 ことになる。しかし、サヘラントロプスの足の化石や足跡化石は見つかって、おらず、直立というのは仮説にとどまる。もし直立が否定されるなら、サヘラントロプスの系統的位置を確実にする証拠は、なくなり、人とチンパンジーの共通祖先、あるいは、ゴリラも含めた共通祖先の可能性もある。サヘラントロプスに続く時代の化石人類であるオロリン、 やアルディピテクスとの関係は、化石記録が断片的なためにはっきりしない。サヘラントロプスは、頭蓋骨しか見つかっておらず、オロリンやアルディピテクスは、頭蓋骨がないか、不完全であるからである。完全な化石が見つかった場合、別属とするほどの差を見つけられない可能性がある。トゥーマイエンジンの化石湿土地トロスメナラにある TM266 は、 トゥーマイエンジンの化石が出土した地層である。南西方向には、現在も茶どが水を保っているが、当時は、両地点を含む一帯が、水の豊富な地域であったと推定されている。新生代新大三期中心ヨマ末期メッシニアン。当時は、インドア大陸の北上によるヒマラヤ・チベット山海の上昇に伴い、東に出順なアジアモンスーン。 西に乾燥気候の東西コントラストが強められつつ、あった時代であり、東地を含む茶どこ周辺地域が属する、アフリカ北部域全体は、緩やかな乾燥化に向かっていた。アフリカ大陸北中部の出潤地。現在では極度乾燥して、サハラ砂漠と化した地域のうち、ジュラブ砂漠と呼ばれている地域。広域地名で言えば、中部アフリカの北部。行政区画上では、 チャド共和国北部に位置するボルク州のトロスメナラ含む化石層。化石出土地は TM266,TM247,TM292。同じ地層からクロコダイルの全滅種の頭蓋骨化石が発見されており、当時はかなり湿潤な地域であったことがわかっている。 当地の南西方向には、現在も茶床が存在するが、はるか後生の大出純期と呼ばれる時代にはこの水域は広大で、トロスメナラが属するジュラブ砂漠も茶床と、シュトンジャメナがある地域も包み込む、関心よ、巨大茶床、巨大茶床が存在していた。推定される水域総面積は約35万平方キロメートル。うれに示した地図で言えば、 破線で囲い表示され、濃い緑色で塗られた地域が、関心よ巨大茶床の範囲を示している。一方で、完全に干上がった時代もある。トゥーマイは男性で、推定身長は約1.20から1.30メートル、推定体重は35キログラム前後。脳の溶石は約350から 380cc で、チンパンジーと同じぐらい。 大光頭光が頭骸骨の下方にある。このことから直立二足歩行していた可能性が高い。眼下上流器が著しい。剣士はやや小型である。ありがとうございます。